はシャツに仕込みをしてまして、こういう状態ですね。だからそれをやるさ、これをさやんなかったじゃん。とても変化してたよね。変化してましたね。ここの2人の関係値でいうと、もう全てって言っても過言ではない、はい、そうですね。まあやっぱりあの一番最後の神社での戦いとかで、その不二雄の男を見せてもらったりとか、まあ、幸男が認めてるっていうところを目の当たりにしてるので、そこでこうなんとなくそれを支えてるこの親子のブレーンが、まあね、絶対ブレーンだろうなっていうのは小田島はきっと分かってるので、このブレーンをちょっとターゲッティングして、どうからかってやろうかなじゃないですけど、でそんなノリで多分近寄ってる感じはします。なるほどね。僕の中で、え、俺がさ英語良くないからどうかって、ブレーンって何、ブレーンじゃなくて、あ、ブレインです。ブレインだよね。あ、やっぱね、ブレーン。でもブレーンでも合ってます。ブレーンで合ってます。あれ、どっちでも合って、合ってない。ブレーン合ってます、ね、あ、ブレーンとか言うの。ブレインじゃなくて、ブレインがノーだけど、ああ、ブレーンは、あ、そうなんですか。ネイティブだったらブレーンみたいな。だけど、カタカナにするとみたいな。あ、その違い、よかった。でも、いやいや、よかった。一緒の意味でしょ。大丈夫でしょ。ブレイン、ブレイン。キャラクターの間には、でも話しやすい、話しにくいで言ったら、トドロキが話しやすいわけがないんですよ。そうですよね。はい。そうそうそう。でも、それが小田島だからいけるっていうところはあったとは思います。はい。なんで、やっぱその小田島のキャラクターだからこそ、あのこの轟っていう存在に絡みに行って、しつこかったんだろうなっていうところとか、なんか多分その1日じゃ絶対深まってないんですよね。何日間かかけて、きっと連絡取り合ってたとかでもない、たまたま一緒にいたんです。たまたま一緒にいて、なんかたまたま話しかけてて、でそれでたまたまなんか、まあもういっかこいつっていう風になってくれたっていうところはあると思う。多分偶然が重ならないと、あの轟の心の扉は開かないと思うので、で、まあ、ましてや親子の中でもだいぶ、まあ、一歩すもう二歩も進んだ関係値を築いている中、外部の怠慢をした相手に轟が心を開く道が全く見えなくてですね。だからもう完全にその偶然という、まあ、巡り合わせっていうところが、まあ、一番理由になる方が逆に自然なのかなというか、で辻と柴山ももしかしたらそういうつながりもあったのかなというか、近いなんかシンパシーを感じた瞬間が轟の中に小田島に対して何かあったのかなと思うように僕は作ってました。え、なんかすごい見下ろしてるなと思っちゃって、僕が姿勢をこう正す癖があるので、細かくやった部分でいうと、さっき言ったその幸男が不在の時に、まあ、その仲間がここまでやられたから宝泉は動くんだっていう、その思いはあの今回も絶やしちゃいけないと思ったので、で高橋宏先生のその裏の設定で志田健と小田島は幼なじみっていう裏設定が実はあるんですけど、そこをまあ語られずともどうにかして強めたいと思って、で、まあ、最後に突っ込むシーンに小田島があの先陣切って言っていて、であの最後の最後のセリフ、アクションの最後の最後のセリフなんですけど、それはあの一回その前のシーンで入ってたセリフで、で結局カットされちゃったんですけど、どうしても戻したいって言って監督に相談して戻してもらったっていうところなので、そこはなんかこう宝泉の社長が不在だったけど仲間のためにみんなで行ったっていうところを、そのニュアンスを強く残したかったんで、なんかそこにもう一回フォーカスして見ていただけたら嬉しいなっていう思いです。いや、なんかこれこだわってた部分って難しい全部、うん、あ、そういうことですよね。細かすぎる。頭の回転すごいいい方なんですけど、何も働かないぐらい出てこないんですよ。蹴りの角度とか、あ、シャツシャツシャツ
いやでも恥ずかしいよねそのさシャツね、まあ、この人めちゃめちゃ細かいいや、もともとそうなんですよ。もともと細かいから、まあ、シャツかな、なんだろうな、まあ、いっぱいあるんです、いっぱいあるんですけど、いっぱいあるうちのシャツシャツ言いますか、とどろき陽介どこでシャツ出すかっていうちょっと待って、マジで恥ずかしい。いや、だってさ、割と今、王戦のさ、全体のなんかこと言ってたよね。いや、でも、俺さ、ここのさ、マジで、ディティールを今からさ、なんか、こんなさ、なんか、戦士の時の部屋みたいな感じのさ、空気でさ、しかも、俺一発目に言うんじゃなくて、その後に言ってもらったら、いや、ここが、このシーンでは出てない方が良くて、みたいな。いやいやいや。どうそれ。いや、絶対そこ、あーって、燃える人いますよ。そういうところにこだわってるんだ。まあね、確かに、まあ細かすぎるっちゃ細かすぎるか。だって今細かいものを聞かれてる。逆にね、はい、そうか、はい、質問に答えてるだけなんです。そうですよね、はい、語気は何も悪くない。そうですね、はい、前作だと、村山との戦いでシャツが出たんです。で、宝泉 VS の時は出ないようにしたんです、うん、でも喧嘩すると出るじゃないですか。あれ実はシャツに仕込みをしてまして、まあ、例えばこういうシャツだとしたらここにゴムをつけるんですよ、下まで。でなんかこうちょっとここで止まるように こういう状態ですよね。だからそれをやるさ、トドロキもさだからやんなかったそれですよね。それをさ、やんなかったじゃん。なんで、あのトドロキのイメージを、あ、実はこうだったんだっていうことをさ、あえてなぜやったんですか。すごいぼかしてたんで。そうそう、まあそうでした。なんで、まあ、まあ、今回、その轟がダメージを風神と雷神のところで意外と負っていたという表現をしないと、やっぱりあの今までの轟像から見てる方々が、え、なんで轟どうしたのとか、ちょっとこうストーリーから別のところを考えてしまう可能性があるっていうところは、やっぱ少しでも潰していこうというか、しらみつぶしにしていこうと思う一つが、まあ、シャツがどこまで出るかとか、あとは風神雷神の戦いの後にシャツで、プールサイドに帰ってくるっていうのも一応そのダメージ感っていうところをビジュアルで出すためにいろいろこだわったりとかもしてましたね。で結局どこで出したんだっていうところなんですけど、さらっと答え言うと、あの暴動でガラスをバーンって割って、行くぞ藤尾って、藤尾と二人でこうバーンってあの窓から出てきてジャンプをした後に着地してパンチするんですけど、着地した瞬間ですご清聴ありがとうございました。いやマジ入ろう OK 出るかな、ハイレブルで。あと実際問題、あの縫ってたりもしてたのよ俺。縫ってたりもしてたのよ、今だったら分かるけど。あー、そうだから縫った話をすればよかったって今思ってるハイレグの話までするとは思わなかった。なんで言ったのって。バイバーイ。親子三年、花岡不二雄だよ。親子に立ちはだかる最強最悪の敵。これからは天海さんが復興しきる。親子。まとめて殺せ。親子を包囲する史上最悪の最強連合。襲来。お前次第で俺たちは負けるの。俺じゃなかったの、コマナ。親子はなったの。仲間なんて信用ならねえ、コマナ。あいつら助けになんか来ねえよ。お前らぶっ殺しに来んだよ。目を覚ました本能を叫べ。スズラ、スズラもこの喧嘩に参戦する。毎度殺し屋宝泉だぜ。隣を見る一緒に戦う仲間がいる。それで十分じゃねえかよ。ハイ&ローズ・ワーストクロス。クゾてめえら！